皆さんこんにちは、橋口智樹です。どうも、サラです。というわけで、はい、始まりました、ね、始まりましたまたまたね。じゃあ、とりあえず今日もね、やっていきましょう。さあ、乾杯。乾杯。ほう、ピルルは何で今日は何やんの。はい、本日の企画を発表します。はいはいはい。本日の企画は橋口智樹の地元愛検証。おお。待って、めっちゃ俺フリーじゃん長崎にまつわる問題を用意してきました。はい、ホワイトボードね。そのためのものです。これで、はい、まあね、今までね、トモキはね、地元大好きっていうのをね、はいはい、いっぱい言ってきたんで、なるほどですけど、うん、まあ実際どうなんっていうのを、まあ、クイズ形式で検証していこうと。なるほど。ということです。いや、もう余裕です。余裕ですよ。だって長崎愛は誰にも負けないんで、あやかっていきたいんで、長崎県の方にちょっと自分の活動の方をしてくださいね。そこで出てくるのね。最初にこんなこと言っとって、あ、そうだね、やばかったらやばいけど、うん、まあでも大丈夫ですよ。じゃあ早速行きましょう。はい、では最近ちょっと甘神が多い。甘神がね、じゃあ行っちゃいましょう。始めていきましょう、はい。ではまずこちらをご覧ください、はい、第1問、長崎県のマーク。おお、さすが。はい、ご存知の長崎県の県章でございます。はいはいはい、はい、このデザイン、うん、3つのものを表しております。1つは長崎の N、うん、はい、そしてこの水色とあの丸みを帯びた形は地球を表して長崎県の国際性を表現していると、はい、いうことなんですが、さて、はい、もう一つは何でしょう。分からん。待って、トモキ、ちょっと問題始める前に行く。こいつバカなんじゃない。いや、ただこれはよく見れば分かる。あ、分かった。よく見れば何かいるよ。分かった。分かった。マジ、よく見て。長崎っていう土地柄も踏まえて。そうよね。いや、あの、見ても分かんねえ。いや、え、何か、じゃあ生物ではあるってこと。お、お目が高い。分かった、生物です。ちょっと待って、生き物が入ってます。俺も分かった。落ち着け。だって分かったもん。落ち着いて。トモキがこの前紹介してたものを掛け合わせるところ、これしか思い浮かばないんでね。わかんないわ。マッチがエロ、マッチがエロ。じゃあ行きましょう。じゃあまず一般人代表、ソラ。はい、どうぞ。顎。お、これはあの、まあ顎出しとか飛び出し。いや、この前話をしてたから、さすがにそこら辺ちょっとかかってくるかなっていう望みがあって、まあ海産物では絶対あると思うから、はい、かなとは思いました。はい、では長崎県代表トモキ、答えは。ドーン、ハト。平和の象徴。ほう。え、違う。なんかね、あ、じゃあ、うん、何でしょう。だってなんか平和記念像とか、ほうほう、ハトいっぱいいるし、ほう、見えてます。じゃあ正解は。じゃあ正解は、はい、ハトです。いや、分かるわ。隠れかけ。いや、ハトじゃん。ハトだよね。ハトじゃん。うん、えー、でもそのさ、ハトも平和の象徴みたいなことでしょ。そうですね。やっぱね、ハト水色じゃねえから。水色やん、でも。なんかこう、え、なんつうの、その、イメージ的には。ハト色って感じがするじゃない。違う。まあ一応ね、あの、その長崎で土地柄ね、まあ平和の象徴がね。なるほどね。待って、でもちょっと面白いね。うん、面白い。これはいいね。では、はい、第2問に参ります。青年、うん、日本には三大何々、
ていうものがいっぱいありますね、はい、では次のカッコ1とカッコ2に当てはまるものをそれぞれお答えください。日本三大何々五島。1は分かる、1は分かるんだけど、まあ、1は多分ねすぐ分かると思う。そうだよね、日本の三大珍味というものがあるんですよ。なんだろう。愛知のこのわた、福井のウニ、そして長崎の何か。何だろう。カッコ2のヒントとしては、うん、一応魚系。魚の地球でしょ。結構高級だよね。高級だね。パスタとかにもあるかもね。あ分かっちゃった。分かっちゃったぞ。マジ？でもこれ長崎なのかな。これもね、ちょっとね、そうなんだと思った。ね、これもちょっと違うかもわかんないけど、これしか思い浮かばないが珍味って言われると。楽しい、なんか今日ね。いつもなんか何どうでもいいことダラ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 喋り続けるだけやけど、まともな企画だよね。わ、うん、かりました。はい、わかりました。はい、じゃあ今回は同時に行きましょうか。はい、はい、では回答オープン。ドン。はい、空がうどんと、がうどんにフカヒレ、フカヒレ、うん、はい、うどんとからすみ。はい、まあ、うどんはまあ、二人ともっていうことで。でもね、俺、からすみじゃねえかなってすげえ今思ってるよ、見て。え？でも長崎じゃない気もするね。いや、なんかね、違うんだよ。なんか普通のからすみと確かちょっと違うからすみがあった気がするんだよ、そっちの方って。では、はい、正解は、うどんと、はい、からすみです。やっと。そうなんだよね。いや、ともきの見ててさ、すげえ思ったんだよ。あ、そうからすみだわと思って。何だったっけ、ボラの卵巣。はい、だよね。ボラの卵巣を、まあ、塩漬けにして、まあ、天日干ししたもの。結構高いんだよね、あれね。あの、なんかお酒のつまみで親父が昔ちょびちょび食べてたの今思い出した。でもそうだよな。でも長崎なんだあれ。うん、安土桃山時代に中国明より長崎に伝来したことが由来。中国から来たのね。地図もわかんねえね。あと五島うどん。五島うどん、まあ、細いやつね。そう、細いやつ、細いんだけどコシが強い、うんうん、で特徴として椿油を塗って熟成させる。椿油すごい勉強になるね。ちなみに世界三大珍味は分かってるよね。世界三、フォアグラ、キャビア、キャビア、マッシュルーム。え？フォアグラ、キャビア、トリュフ。お、はい。いや、マッシュルーム、頭がいっぱいだったもん。え、なナチュラル、ナチュラルだろ。ナチュラル、文字だろ。ナチュラルでした。いやいや。はい。次行きましょう。では、第3問。第3問。ででん！四択クイズです。四択クイズ。はい。長崎県の人口は、次の4つのうちどれに近いでしょうか。難しいぞそれは。はい、1番東京都多摩地区ぐらい、はい、2番神奈川県横浜市ぐらい、うん、3番埼玉県さいたま市ぐらい、4番東京都世田谷区ぐらい。これ番号書いたらいい。番号でよろしいです。はい、マジで難しい。え、これはヒントないの？これわかんないから主観でいくしかないよね。ヒントね、うん、東京都の人口の約10分の1ぐらいです。あ、東京都のね、都のね、23区含め全東京都の人口の約10分の1。10分の1か。じゃあ横浜はまずないんだよね。めっちゃ聞いたらダメでしょ。いや、じゃないけど。ちょっと待って、じゃあヒント2ね。うん、
俺の地元山口県の人口が約135万人ぐらいです。これもう決めた、もう俺でした、これでいいや。はいはい、はい、ではどうしよう、同時にいこうか。はい、せーの、でん、2番4番、はい、2番ってことは横浜市ぐらいで、空が世田谷区ぐらいと2番多すぎんじゃないかなって。はいはいはい、あ、横浜市、うん、多すぎるかな、ね、長崎県全部でしょ。そうだよ、考えたらねって思ったけど、いや俺分かんないから全然、そのそうだよね、そうだから、ただ田舎っぽいとこもあるじゃん、うん、そうね、って考えると横浜はちょっと多いんじゃねえかな。でも平戸だけでも3万とかおったからね。3万とか3万、あ、3万とかじゃなかったから、すいませんね、間違えてた。じゃあ答えを教えてもらいましょう。はい、正解は3番埼玉県さいたま市ぐらい。うわー、そっちか、さいたま市ってそんなにいっぱい、さいたま市がね約131万人ぐらい。え、全部で何万人いるんですか。長崎県が約132万人ぐらい。おお、じゃあ平戸も3万人間違ってないか。え、横浜市はちなみに、ね、375万人。おお、いや多いよ横浜市だけで、だけで、うん、すごっ、行ったことあるでしょ、だって横浜でしょ。うん、あるけど、めちゃめちゃ多いじゃんね。そんないるんだ。ちなみに多摩地区が423万人ぐらい。多摩地区多いね。で、世田谷区が94万じゃあもう一回言って。世田谷区が94万人ぐらい。あー、いやでも俺そのぐらいかなと思ったんだよ。94万人ね。4万人ね。4万人だと俺も思ったんだよ。確かに。じゃあ今の逆に言うと俺正解じゃない？ 4 万人だったら。はい、多摩地区。よし、次行こう。よし、行こう。行きましょう。じゃあ第4問、はい、こちらも4択のクイズとなっております。はい、長崎にまつわる次のうち間違っているものは何番でしょう。はい、間違って1番、うん、リンガーハットの社名は人名から取っている、うんうん、2番ハウステンボス町という住所がある、うん、3番ジャパネット高田の創業者は平戸出身。これ難しいな。4番軍艦島の最盛期における人口密度は東京都23区の約2倍。うわー、このうちのどれかが1個1個間違ってます。そっちだ。もう違う。俺もうね、わかんないけどこれしかねえや。同じ答えだと面白くないから、俺はちょっと気になってる。こっちにやってみよう。やっぱり知りたい。そうだね。そういうの大事ね。ちょっと当てに行くわ。せーの、ドン。1と4。はい。なぜ？でさ、リンガーハットって和訳したらリンガー帽子でしょ。ああ、そんな人いないでしょ。だってリンガーは和訳したくない。まずリンガーって何なのか分かるしね。これが1で、はい、空は俺世界一って言ってたから東京都の2倍っていうよりはもっと多いんじゃねえのかな、はいはいはい、って思った。うわー、なるほどね。そう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 、はい、ではわざわざヒントに回ったし、うん、正解は4番です。くそー、ここで取られたか。でもリンガーハットの創業者の人は名前から来たの、はい、ねブリヂストン的なやつ、ちょっと違うかな。リン、あのイギリス人実業家のフレデリック・リンガーっていう人の名前のリンガーとハット帽子でしょ。違うんだな。
違うんだ、押し付け。これね、小さい家っていう方の意味の歯。へぇ、だから家の形してんのか、あのマークが、ロゴがね。へぇ、そういうことか。スペルも違う、HUT だ、こっちは。へぇ、だから美味しいんだ。ちょっと補足です。補足、まず、ハウステンボス、うん、これはあるもんね、ハウステンボス町は知ってる。あの敷地面積やテーマパークとして日本最大。あ、それはでもなんか聞いたことあるわ。で、うん、もうそれこそほぼ街をそのまま再現してるようなもんだから、うんうん、もうあの幕張にある夢の国とか、うん、あれとはちょっと違って、もう本当に街になってる。なるほどね。住所が、その所在地も佐世保市ハウステンボス町1-1。へえ、そうそうそう、佐世保市。それね、突っ込んでこなかったから。いや、これは絶対あるの知ってたし、その平戸出身も絶対って言ったじゃないですか。はい、だから平戸出身ですね。そう、だから俺もう2択に絞れたから。そう、だから1か4だった俺も。はい、で、その気になるね、うん、4番ですが、うん、あの世界1位になってた時の、うん、が1960年、うん、住民数が5267人、面積が0.063 平方キロメートルっていう、すごいちっちゃい。めっちゃちっちゃいね。そう、なので人口密度が83,600人毎平方キロメートル。え、え、ってことは当時の、当時ね、まず当時の東京都23区の約9倍。うんうんうん。今でさえ 5.4 倍。ってことは1キロ平米1キロ内に83,600人がいる。がガッガッ。もう本当すげえ雑魚ねぐらいのレベル。いや、言い方でしょ、すげえ雑魚。じゃあ5問目です。5問目。じゃあ5問目いきます。はいはい、東司君。はい、サービス問題です。ありがとうございます。次の長崎県における地名の読み方をそれぞれお答えください。あ、わかる、全部わかる。待って。いやー、全然わかんなかった。これね、ちょっと、確かに。俺もちょっと若干、危ういところがある。いや、お前が危ういんだったら俺もやばい。じゃあ、いっちゃう？答え合わせ。OK。せーの、ドン。はい。じゃあ、まず1番。1番。一の島。一佐島じゃないんだ。一の島。一までしか書いてない。これダメか。の島がないので、友樹くんはダメです。うわぁ、それを書かなきゃいけない。じゃあ2番。イサハヤ。チンハヤじゃないんだ。イサハヤです。イサハヤです。3番。はい。再会。再会か。再会。はい。正解だと人。まあでもね、うん、確かに分からん。普通ね、そう読みたくなるよね。4番。と、ギツ。あれ？なんだ。ギです。間違えてる。はい。やばいやばいやばい。最後5番、東、うん、東総のギ。これはもうね、わかんねえよ。これはわかった。あ、え、とギツなんだね。とギツですね。ギツかと思った。ねえ。いやー、マジか。すいませんでした。ともひがで、それで結局3つです。3つ正解。これはゼロ。2,3,5 だけか。はい、これさ、ちょっと球大点くんねえかな。三角だ。どれ三角にしてくれる。時津は三角だな。それともちと一緒だったから正解もいいんじゃない。ああ、空には部分点で2点あげよう。よし、5問終了の途中経過を発表します。はい、一般人代表、はい、空、はい、4点おーおーおー4点長崎県代表、ともち6点。やばくないこれ。じゃあ前半戦はここまでっていう感じにして、後半戦がね、まだ後半でまたあと5問。うん、絶対優勝するぞ俺は。どうにかこうにか友樹を正解させないっていうOK ということでやっていきましょう。というわけで、はい、後半も見てください。バイバイ。バイバイ。